皆さんこんにちは。この試合の実況は西岡、コメンテーターには福西崇史さんをお迎えしています。福西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はジュビロ磐田対ベガルタ仙台のカードです。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 3-4-3 です。守備のリスクは大きくなりますが、パスを回しやすいシステムです。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。キックオフ、試合開始です。これは見事なインターセプト。ディフェンスが混乱してますね。打ってきた。このシュートはディフェンスがブロックしています。無理につなごうとすると危ない場面です。ここは安全にクリアしました。ここはキーパーが簡単に抑えました。いい形でゴール狙ってきたぞ。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。ここは縦をつくでしょうか。いいクロスが中に入った。さあ上げたい。ファーポストに入れた。いいボールでしたが、ここはクリア。コーナーキックのピンチです。セットプレーでの失点は避けたいと思いますが、守りきれるでしょうか。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。シュートを打った。入ったかと思いましたが、鮮やかに止めました。ボールはラインを割りました。コーナーキック、長澤俊、ここはゴールが決まりません。いい狙いだったと思ったんですが、ちょっと運がなかったですね。長澤俊、見事な視野です。決まりました。先制点。ボールを支配し得点を奪いました。これまでもチャンスは多かったので当然かもしれません。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。田口大志、ここから先の出しどころに苦労している様子です。パスコースにはディフェンスがいます。サイドにスペースが空いています。中央にクロスが上がった。コーナーキックです。中に入れた。宮崎智彦、これはまずいパス。見事なスルーパス、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。ゴール左へ、パワフルなシュートでした。僕にはシュートの音も違って聞こえましたよ。川又健吾、大井健太郎、さあスローインでの再開です。
ハモン・ロペス、中央にクロス。試合はコーナーキックから再開されます。ボールはエリアへ、入った。これはうまく動いたんじゃないですか。蹴った瞬間完全に相手のマークを混乱させましたね。キーパーは悔しいでしょうね。触ってはいたんですが止めきれませんでしたね。大量リードを許した状態で再びキックオフです。田口大志、大久保嘉人。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。長澤俊、走り込んだ味方にスーパース。このシュートはどうだ。ハモン・ロペス、ゴールゲット。至近距離から決めてきました。ボレーでのゴールが決まりました。うまい、完璧ですね。大量リードの試合となっています。大久保嘉人、キーパーからのゴールキックに変わります。ボールを中盤で奪いました。中の選手にクロスを入れた。頭で決めました。ヘディングで決めました。ナイスヘッドです。今日2つ目のゴールを決めました。止まりません。この展開を誰が予想したでしょうか。田口大志、桜内渚、山田大樹。味方がフォローに来ています。大久保嘉人、長澤俊。目の前にスペースがあるようです。ニアにクロスが入った。ポストに当たる。まだインプレーです。コースはスコアは5。後半が始まりました。このままワンサイドゲームとなるのでしょうか。どうだ。狙いすましたシュートはわずかに枠の外。いい判断だったと思います。決まる確率が高いシュートでした。これはどうなりますか。スペースに見事なスルーパス。ひとまず前に出しました。シュートを打ってきた。セットプレーから得点を奪えるでしょうか。コーナーからエリア内へ。ここはクリアされました。中に入れた。これはシュートは入るか。入った。これはナイスシュート。ゴールが決まりました。今日みたいな日はセットプレーが特に有効でしょうね。得点シーンです。見事に決めました。見事な得点でした。この左サイドからのボールは武器になりますね。一方的な試合となってしまいました。大久保が突破を見せる。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ハモン・ロペス、カウンターアタックのチャンスです。高橋翔平、
前方に運びました。宮崎智彦、このパスはダメでした。通りません。大久保嘉人、絶好のチャンス、振り抜いた、打ってきましたが大きく外れてしまっています。これは見事なインターセプト。危険な位置です。緊張感、ここでシュート、いいパスだ、止めたが抑えられない。さあどうなる。危険な位置でプレスを受ける。これは見事なセーブでした。結局キーパーがボールを確保しています。普通ならゴールが決まっていました。このセーブはチームを勇気づけます。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね、この試合内容では無理もないですかね。長澤駿、このまま行きたい、打ってきた、素晴らしいゴール、ゴールの上隅。これは綺麗に決まりました。そうですね、あのコースはキーパーも届きません。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。田口大志、山田裕樹、ここはパスミスになりました。ボールを失います。さあスタジアムのシュートです。まだボールは生きています。クロスを中央に入れた、再びラインを割りました。再度コーナーキックです。ここで大久保が下がります。ボールを入れた、なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。これはあるか、中央にクロス、カミンスキーが処理。シュート、ハモン・ロペス、うまく読んだインターセプト。太田義明、絶妙なパス、サイドをえぐって中を見る、いいボールを入れてきましたがここはクリア。フィールドの中盤でボールを奪いました。さあ来た、抜いた、周りを確認したい、キーパーファインセーブ。これを止めますか。ここでホイッスル、ベガルタ仙台が見事な勝利を挙げました。快勝と惨敗、極端な内容になってしまいました。いかがでしたでしょうか、福西さん。ここまでチーム力に差があるとは思いませんでしたが、一方的でしたね。今日は素晴らしい活躍でしたね。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。